聞いてくださいよ、はい、これがねちょっとうまく処理できるか分かんないんですけど、うん、はい、こちら、うん、インテリ悪口本、はい、これどんな本かっていうと、はい、堀本健っていう、うん、肩書きを読むと、うん、インテリ悪口専業作家です。はい、あ、なんか誰か投稿してたやつですか。そうです、ツイッターチャンネル登録者の仮面巨人さんが勧められてた本、うん、この本の中で、うん、ヘロストラトスの名声っていうのが出てくるんですね、はい、でこのいますよね YouTube にもというとヘロストラトスの名声のやつがというと知らないんですかまたその流れですか知らないんですかヘロストラトスの名声、はい、ちゃんと勉強してますしてますよ。あのヘロストラトスの名声っていうのは、うん、あのよく YouTube でもいるじゃないですか、はい、あの突撃して、うん、迷惑をかけて、うん、あのチャンネル登録を稼ごうみたいな、はいはいはい、はい、あの購入前の刺身を食べて、うんうんうん、逮捕されたりとか、うんうん、いますね。最近でもあのフィッシャーズのリーダーの、はい、シルクさんがちょっと今いろいろ叩かれてるんですけど、うんうんうん、その叩かれてるのは要は自分が喉が痛い、はい、あ、ちょっとこれはやばいぐらい喉が痛い、うん、みたいなので、うん、コロナかも、うん、で、うん、救急車を呼び、うん、で結局見てもらったら、うん、まあ、なんか扁桃腺炎でした、うんうん、みたいなのを、うん、YouTube で上げたんですね。はいはいはい、うん、救急車に乗る様とか、うん、そういうのも全部撮った上で、うん、まあ上げたと、うん、そうしたところそのこの、うん、あのまあここ愛知県だと、はい、マンボウ出てます、はいはい、多分関東圏、まあ、都会のところだと多分出てるんですよね。多分そうじゃないですかね、はい、今日からですよね。そうですね、21日から、うん、でそうしたところ、うん、この事態の時に、うん、何救急車呼んでんだよ、うんうん、って言って叩かれました、うん、に対して、うん、いや僕は真剣に喉が痛かったんだよ、うん、みたいなやり取りがあって、うんうん、僕の中でもこれで若干その、うん、まあ迷惑系 YouTuber ってあるんですけど、うんうんうん、はいはい、ちょっとなんかそっちに近い、そっちに近い感じはしますよね。喉が痛くて救急車呼ばないですもん。でそ、まあ呼んだとしても、うん、真剣だったら、うん、取らなくていいですもんね。取らなくていいし、その余裕があるんだったら自分で行けるじゃないですかね。そうなんですよ、うん、っていう事件があって、この、うん、じゃあさっきから言ってるヘロストラトスの名声ってなんだよ、はい、っていうと、うん、この私もあのこの本、はい、インテリ悪口本で知ったんですけど、うんうん、このヘロストラトスっていうのは、うん、紀元前356年にですね、はい、うん、ギリシャに出た迷惑系のやつなんですね、うんうんうん、ヘロストラトスっていう人物、うんうん、この人は要はその、まあ、その当時紀元前356年の、うん、ギリシャで、うん、身分が低かった時に、うん、何をやってもいいから、うん、とにかく有名になりたい、うんうん、っていう思いで、うん、アルテミス神殿に、うん、放火したんですね、はいはいはい、っていう人物がいて、うん、で、彼の目的は有名になること、うん、っていうところでそれを知ったそのなんて言うんでしょう、まあ、政府というか、うんうん、まあ、その司るところがですね、はいはい、うん、犯罪記録をつけると、うん、彼が狙った通りに歴史に名が残るよね、うんうん、っていうので、うん、そのああやってやれば歴史に名前が残せるんだ、うんうんうん、っていうので、うん、ああってまた別のやつが放火をすることが起きることになる、うんうん、っていうので、うん、この、エフェソス市民、うん、そこの市民は悩んだ末に、うん、記録抹殺刑、うん、ダムナティオメモリアエ、うん、に処することにしたと、はい、うん、なので、うん、そのこのインテリ悪口本では、うんうん、そういうやつが出た時に、うんうん、ああヘロストラストスの名声だねって言うと、うんうん、
インテリっぽい悪口になるねはい、はい、っていう本なんですね、うん、っていうと、まあ、このそういう輩は、うん、もう紀元前356年から多分延々にいるんですよ、うん、多分日本でも金閣寺は放火されてますし、うんうん、まあ何て言うんでしょう、秋葉の事件、うん、京アニの事件、うん、で、あの近く言うと、うん、あの最近あった、うん、あの大阪の精神病院放火事件、はいはい、うん、あれの犯人も、うん、これあの2022年1月14日の朝日デジタル、うん、で読んだところによると、うん、放火現場からスマホが見つかったと、うん、その中で、うん、まあ、いろいろその中放火の計画とか、うんうん、探してる中で、うん、死ぬ時くらい注目されたい、うんうんとか、うん、日本史上最悪の凶悪事件はどんな事件がありますかっていう内容を、うん、そのスマホで検索してたらしいですね、うんうんうん、多分、うん、またこの事件も、うん、ダムナティオメモリアへはできないんですよ、うん、記録抹消はされず、うん、このなんていうの、思うツボなんです、名前が残るんですよ、うん、で多分これを見た人はまたそれも残ってます、それも残ってますもんね、っていうと、まあ、元々ので結局この、うん、ヘロストラトスも結局歴史家が名前を残すんですよ、うん、残ってますもんね、そうやってでずっとあのウィキペディアにも載ってます、うんうん、ウィキペディアで、うん、アルテミス神殿を調べると、うん、アルテミス神殿の中に長々と出てくるし、うんうんうん、ヘロストラトスっていう名前でも、うん、ウィキペディア出てきます、うんうん、ちゃんと残るんですよ、うん、多分京アニ事件もウィキペディアには載るんですよ、うん、秋葉原事件も載るんですよ、名前は全部残るんですよ、うん、これね、どうやってこれ、うん、いいんじゃないですか、気にしなくてなるほど、うん、僕は心を痛めるんですよ、こういうのに、うん、そのいいんじゃないですか、うん、そんなの許してならんって思うんですよ、うんうん、で思ったのは、うん、まあ、そういうなんていうんだろう、その、まあ、デジタルタトゥーは残るものなんですけど、はい、一切消すか、うん、もしくはそういうページを作ってあげると、ウィキペディアの中に、うん、名前残したい人おいでって、うん、ここに、うん、あの残してあげるよ、うん、っていう、うん、まあ、なんていうんだろう、これがなんか、まあ、暴走族って言うとかっこいいから、はい、珍相談って言おうっていう運動があったじゃないですか、うんうん、ちょっと最近もそれ影を潜めてるんですけど、うん、まあ、それにちょっと近いなんじゃそりゃかもしれないんですけど、うん、なんかその名前が残したい人用のサイトを作ってあげるとか、うん、まあ、でも不名誉な残り方じゃないですか、何にしても、でもなんかそれを栄養士する向き、それでもいいって言われちゃうと、はい、もう好きにしたらいいんですよっていうのが、これがね、うん、でそれがそれで残っちゃうわけですもんね、だって珍相談って言ったところで、はい、珍相談って残るわけじゃないですか、はいはいはい、それをやったって言われたらおしまいじゃないですか、でも珍相談は嫌じゃないですか、それはそれでも人殺しも嫌じゃないですか、普通の人の感覚で言ったら、あ、もう珍相談でもいいから残りたい、でもなんか、まあ、うん、まあそうですねって言われたらもうそこで終わるじゃないですか、でも、まあ、あとちょっとこれに対して思ったのは、うんうん、あのパクリってあるじゃないですか、パクリ、はい、パクリというと多分みんなそれぞれかっこ悪いと思ってますよね、うん、だとすると、うん、あのパクリ、まあ、前園さんじゃないですけど、うん、パクリかっこ悪いですよ、うん、要は君はヘロストラトスのパクリだよと、うん、ダサくないかいって、でもそもそもダサいことしてるわけじゃないですか、うん、まあね、うん、でダサくてもいいから残りたいって話ですもんね、無名で終わるぐらいならダサくてもいいから残りたい、あ、だからあの要は、まあ、僕は思ってませんけど、要は人殺しを、うん、なんかその一人殺せば人殺しだけど、うん、たくさん殺せばそれは英雄になれるみたいな言葉もあるじゃないですか、うんうん、まあ、それ戦争の話ですよね多分、で、まあ、そのなんて言うんだろう、うん、まあ、うん、まあ、胸くそ悪い話ですけど、うん、要はそのそういうのをやって、うん、
そういうのがかっこいいって思う輩もいるんですよね、うん、信じられないですけど、うん、でそこはこうダサい名前つけてもそれがかっこいいって思ったら、ヘロストラトスパクリだからかっこいい、うん、やったパクリってなるほどっていう人はいるじゃないですか。なるほど、あの変なことする人たちって。オッケー、この動画はここで一旦ここまででちょっと編集することにします。はい、はい、ありがとうございました。人を殺すほどの人はダサいよ、恥と感じられる感じそうはなさそうな気もします、うん、まあそもそもそこが